いてはフライパンに卵の黄身だけを乗っけて温めるよ。はい、どうもおはようございます。バッシーデです。今日はこんな感じのスタイルで撮っていこうと思います。はい、パナソニック GHX を、左手に持って撮影しています。今日はですね、昨日の晩からね、結構、神奈川県湘南は、雨が降っていたんですが、今はね、止んでいて、まあでも外は結構曇ってますね。曇ってまして、まあ、若干蒸し暑いような感じの日曜日なんですけども、こんな感じのスタイルでやっていこうと思います。ピース。さあ、自分の部屋にやってまいりましたが、パナソニック GH6 に、スモールリグのね、ブラックマンバっていうあのゲージをつけていて、結構重たいです。そのゲージに、ソニーのね、Vlog 用のスティックをねつけて、今手持ち撮影をしています。ライン静寂が包むここ住宅街、俺の気持ちとは裏腹、隣の赤ん坊泣く100デシベルならイヤホンして聞くエミネム、空は中秋の名月、賢者目指せ全ての演者、この地球で呼吸してるレンジャー、ゼロから生み出せメッセンジャー、これは冷静から勝つ決戦さ、俺は日本人だからケンケンパって遊んでたガキの頃からの宿命、この人生とこのスキルの行方、このスキルの行方。よし、よし、朝食を作ろう。はい、今から朝食を作るんですけど、目玉焼きを作ろうかなと思ってます。ホテルのシェフが作ったかのように焼いてみようかなと思っています。それでは行ってみましょう。はい、今油を引いたんですけど、油は引きすぎない方がいいみたいですね。周りをちょっと油引いてみました。で、続いて卵を割るんですけど、卵も割る時の、コツがあるということでやってみます。卵を割る時は低い位置から割ってあげると卵の黄身の形が崩れないよ。続いてはフライパンに卵の黄身だけを乗っけて温めるよ。そうすることによって産みたての卵の味を取り戻すことができると言われているよ。それでは行ってみよう。白身の部分はこのまま入れてもいいし、隠
拌してから入れてもいいよ。